この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、激闘から約5日、未だ話題となり続けているのは、7月25日に東京有明アリーナで行われたタイトルマッチで、スティーブン・フルトンを破った井上尚弥だ。戦前に最強の相手と恐れられた天才を井上は一切寄せ付けなかった。勝負を決めた8回のダウンシーンは、天性の守備スキルを持つフルトンが、全くかわしきれずに右ストレートと左フックを被弾する衝撃的なものだった。日本人ボクサーの最高傑作と言われ続けてきたモンスター。この一戦の衝撃は間違いなく世界にその名を轟かせることになった。そんな井上の活躍を多くのファンや関係者が称賛しているが、かつて日本ボクサー史上最高のカリスマと言われたあの選手も、今回の井上の活躍に、改めて驚愕したようだ。7月25日に東京有明アリーナで行われたボクシング WBC、WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチは、挑戦者として試合に臨んだ井上尚弥が、スティーブン・フルトンを8回 TKO で下し、2団体の同級王座を獲得した。スーパーバンタム級初戦でのタイトル挑戦とあり、試合前までの勝敗予想では様々な意見があったものの、新王者となった井上の試合運びや圧倒的なパンチ力など、ボクシングスキルの高さが印象付けられる試合展開となった。しかし試合後、劇的な幕切れもつかの間、日本のベルトを手にしたばかりの井上に次なる強大な敵が歩み寄っている。この試合をリングサイドで観戦していた WBA、IBF 世界スーパーバンタム級統一王者のマーロン・タパレスだ。共に柔らかい表情で言葉を交わし、両者は大観衆の前で4団体統一戦を行うことを宣言。激闘が終わったばかりの会場は思わぬ急展開への大歓声に包まれることとなった。今や日本のボクシング史上最高傑作とも言われているモンスター。そんな井上の活躍を陰から見守り続けてきた男がいる。元 WBC 世界バンタム級王者、辰吉丈一郎だ。かつて辰吉氏自身が保持していた WBC 世界バンタム級のベルトもその腰に巻き、そのままアジア人としても初となる世界4団体王座統一の偉業を成し遂げた。辰吉は今回の井上尚弥の勝利についてコメントを求められると、僕が語るよりも試合を見た方がいいやろ。あの子はほんとすごいわ。とてつもない。文句のつけようがないと絶賛し、すごいことを続けている。僕の想像をはるかに超えた試合をしてる。次の試合も勝つと思うし、勝ってほしいとフルトンとの試合で KO となった井上の勝利を絶賛し、次の試合になると予想されているスーパーバンタム級4団体統一戦での歴史的な勝利を後押しした。井上が手にした WBC バンタム級は、辰吉が眼質などを乗り越えて3度ついた王座でもある。伝統の緑のベルトを受け継いだ令和の怪物を、昭和、平成を駆け抜け、今も現役を名乗るレジェンドはどう見ているのか。何話のジョーが見た井上尚弥。尚弥くんからすると、辰吉さん、何言うてるの？あなたは俺じゃないって。あくまで俺の憶測やからね。時代を背負って称賛も批判も浴びてきた。自身は人を論じることを良しとしない。ただ、だからこそ、辰吉にしか見えない井上尚弥像がある。走ってるなぁ。懸垂とかもしっかりしてるんちゃうかな。見たらわかるわ。背筋や首がしっかりしてる。でも、相手もすごい研究してきてたはず。積極的に仕掛けていって、戦い方を変えたかなと思った。ただ、尚弥くんも読んでいたと思う。ボクシングセンスはもちろんやけど、勝ち方を知っているんやな。モンスターの力量は、強打、スピード、フットワーク、頭脳といった要素で測れない。今のこの時代に、スーパースターとしておらないかん存在なんやろうな。持って生まれたもんを持ってる。自身は眼質からの復帰。王座返り咲きと波乱万丈の競技人生に加え、言動でも唯一無二の存在として、1990年代のリングを熱狂させた。昭和の人間ってガツガツしてるね。自分が自分がってね。そういう意味で尚弥くんはそうじゃない。今の時代はその方がいいのかも。C
試合内容はアグレッシブで、普段からものすごく反復練習していることはわかる。それを積極的に見せないのも今時なんかな。対照的にも見える2人のカリスマ。しかし辰吉は強く共鳴するものも感じている。すごい努力をしてる人間って自分が努力してるって気づいとらんのよ。当たり前のことしてるだけって認識してる。彼は今スーパースターやん。でもそんなにピンときてないと思う。それでウォーってなるのは素人。直也くんは自分がチャンピオンになる、自分がこういう人間になると花から知っとった。知っとるから用意ができた。みんなチャンピオンになりたい、チャンピオンになりたいと言うけど、なりたいじゃなられへん。自分も同じ経験をしとるけど、なるからやってるんよ。天命か才能への使命感か、それとも覚悟という意味か。いや当たり前なんや。自分という人間はこういう人間になると分かっているから、それなりの立ち居振る舞いをできる。自身も17歳でプロになり、世界王者になると公言し続けた。俺はうぬぼれとった。本気でうぬぼれとったから。でもうぬぼれてないやつがやっても成功せんやん。謙虚な人間は何にもならん。直也くんも自分がこういう人間になるといううぬぼれ、言い方は悪いけど当然という気持ちを持ってないとああなれんと思うよ。自分のことが好きじゃないとあかんし、お前は変態やなっていうくらいじゃないと。いろんな人間がおる中で一つポンと飛び出た存在にまともなやつはならん。直也くんもまともそうに見えるけど化け物みたいなことをしてきている。その裏には化け物のような努力がある。でもそれが彼には当たり前なんよ。かつて5階級制覇王者のドネアが一度はフェザー級まで上げた階級をバンタム級に下げたのは、井上との対戦を視野に入れたものだった。直也くんの人間性を認めているんやと思う。どれだけ強くてもどうしてもこの選手とやりたいと思わないと、そこまでする値打ちを感じないと思うよ。2人は2年7ヶ月ぶりの再戦。辰吉もラバナレス、サラゴサ、ウィラポンと世界戦での再戦を経験し、宿敵と特別な関係を築いた。お互いを知ってて騙し合い隠し合いでやってる。だってボクサーは拳のみ、相手に打撃を与えていいのはあとは何してもあかん。しかもへそから上、耳から前しか殴ったらあかんのよ。めっちゃ残酷な商売。制限された中でフェイント、角度、パワー、スピード、いろんなもん言い出したらキリがない。それを短い距離で向かい合って対話をせないかん。そら二人の間にはいろんなことがあるで。ボクシングは対話なのか。試合中はこの距離で向き合って相手の目を見て対戦してる。目でわかる。仕掛けてくる、下がる、対話してる。一方で当然やるかやられるか。昭和の人間の感覚は、言い方は悪いし極端やけど、相手を倒してやると思うてるわけやん。でもボクシングって不思議なんよ。果たし合いのようなことを別に憎くてやっとるわけじゃない。散々やり合って終わったら抱き合うてる。お互いの言葉で伝わってないねんけど、目を見てありがとうと言うてる。ドネアは敗戦後、リング上で井上に日本語でありがとうと声をかけた。二人の間に通じる思いは戦友なんかな。殴り合った相手にありがとうと思うのは不思議なこと。そんなアホなって思うけど、自分も同じようなことしてきた。こんなことボクシングしかないやんと戦った者にしかわからない友情。ボクシングにはそこに魅力があるのかもしれない。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。今までの日本人にガードを殴ってこじ開ける人ってほとんどいませんでしたからね。相手から来れば超一流のディフェンスとカウンターを見せて、相手が来なければガードの上から殴ってこじ開けて当てる。しかも世界チャンプも対応できないほどスピードも桁違い。こんな万能型パワーファイターはいませんでしたから、確かに隙がなく最強でしょう。ガードを上げればもっと勝てたと言われる辰吉さんにして、おったまげた。絶対に真似できないと言わせるテクニック。5、3年くらいは敵がいないかも。
自分のカレーが最強の敵なのでしょうね。日本人ボクサーでここまで相手選手と正面で戦って、その上でどの試合も圧倒的な強さを見せつけてきたボクサーというの、井上選手以外にはいないのではないでしょうか。今回のフルトン選手との試合を通して改めてその評価を大きく上げた井上選手。日本での試合にこだわると語っていましたが、いずれはアメリカ・ラスベガスでの試合をする日もまたやってくるかもしれません。日本の宝ではなく、今やアジアの宝。今後の活躍も楽しみです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。